月のピント合わせは、ここの縁の部分です。今見えてきた細長いクレーター、ここでピント合わせをしてます。この辺、この端です。で、こっちの海の方は、こちらの海の方は水に入ってるような感じでボワボワしてるんで、ピント合わせはできません。よいしょ、見てくれるか。よいしょ、ブルブル震えちゃってる状態だから、この辺ですね。こうして手で触ると震えるんで、ちょっとずらしちゃ様子見て、朝だからこのくらいですね。じわ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 上空の風が吹いてるんで、ピントは合わせづらいです。で、こんな感じで合わせてるわけなんですけど、こういうふうに動かして、で、これをこんな感じですね。で、やっぱり今日はダメですね。今日はというか今朝、朝4時半過ぎなんですけど、移動してもこっち側の端になると今度は露出がオーバーになるんで、こっちは欠けてない方なんで、ツルツルピカピカなんでピント合わせはできないんです。あ、これでダメだ。こっちも平らです。移動しちゃったね。よいしょ、こうして、やってるんだけど、この辺が限界ですかね。この辺もじわじわして使えないですね。で、こっち、そこのあたりも、露出が合ってくると見えるけど、でもピントは合ってないですね。この辺が、こ
っち側から欠け始めてるんで、この辺のクレーターでピント合わせをするぐらいですね。青いフリンジが出てないんで、まあ今日はこの辺でしょう。じゃあ撮ってみましょう。なんで、この辺に来て、まあ ISO400 1000分の1でマイナス 0.5 ですね。こんな感じです。これで露出オーバーの場合があるんで、ここで1500でマイナス 1.0、 あ、見えない、映ってないな、よいしょ、このくらいにアンダーにちょっとして、よっ、まあ全部抜きだから、で下から突き上げるようにして、これでで2000分の1で取っとくかということで、2000分の1でも、この3パターン、1000分の1、1500分の1、2000分の1で取って終わりです。あとはレジサックス6で処理しています。であと拡大するときは、ここのデジタルテレコンをオンして、これでも撮ります。今スーパームーンなんで、お月さんでかいんで、これで左右振るのにはちょっと、こういうアナログの調整が必要で、で1000分の1だろうな、そのぐらいにして、で下の方から振動防止のために突き上げします、ヘリコイドで。でこれがずれちゃったんで、よいしょ、まあこんな感じですね。これでも、あ、また左、あ、右側が欠けてるんで、で、これ右側に
はい、よいしょ、下から突き上げて、これで全体が入ってますね。これで研ぎます。で、今度これを下げて、この辺でも研ぎます。プラス4なんで、これ古いメモリなんで遅いですね。書き込みしてるんで次が取れないです。で、書き込み終わったんで、ここでもう一回ちょっと上げます。上げて、右側が欠けてるんで左側に寄せて、これで、あ、こんなもんでしょう。これで後で ICE とかで上下くっつけてみたり、いろいろ遊ぶことができる。